おはようございます今日は私たちスマート名詞についての勉強を始めたいと思います。スマート名詞っていうのは、えー、名詞 IoT 宣言。要するに、今から家に帰ったら、えー、お風呂沸かしてちょうだいと、えー。ご飯炊いてください。今日は夜遅くなるので、えー、9時になったら電気をつけてちょうだい。これをスマート家電というんですね。 私たち印刷業も、えー、スマート印刷物、名刺が QR コードなどを使って、えー、ソーシャルメディアに誘導する、えー、このような名刺をスマート名刺と呼んでいます、えー。まず今日はこの12番のお話を1つずつしていこうと思いますが、まず最初の1番は名刺の語源ですね。えー、なぜ紙 名前の紙と書かずに名前を「指す」と書くかというのをちょっと調べてみましたそれは中国が語源のようですが相手のところに訪問した時に相手が留守の時竹べらに名前を書いてそれを木戸に指してきたというのが語源のようなんで名前を指すと今日来たけどお会いできなかったみたいな あ、ことで、名刺というのが、あ、発生したみたいですね。え、それがヨーロッパに行って、家紋とか、それから文字。要するに、デザインされた、あ、ネームカードっていうのが、出てくるわけです。それが今度、アメリカの方に移ると、名前だけ、あの、書いてある、名刺と、それから。 自分のプロフィールが書いてあるビジネスカードと二つにこう分かれたようなんですねこのような習慣はやはり日本人は世界で一番名刺を消費する国だというふうに物の,の方に書いてありますけど海外では初めての人に名刺を出す習慣はあまりないようなんですね ですけど、この人とは深くつながりたいというときには、詳しい内容の書いた名詞が必要になるのではないかと思います。このような名詞の語源、こんなことも印刷会社としては、ちょっと雑学として入れとくといかがかと思います。